今年入って、うん、こう相方が産休で私もソロ活動もうやるって決めて、その中でいろんな挑戦をしていきたいなっていう思いがあって、私はこう妹とこう長年、まあ、姉妹でもありながら古典音楽を学ぶ仲間としてすごいこうリスペクトする面があったので、古典音楽以外の面でもこう妹と一緒に曲作りとかハモり合ったりとか、そういう新しいことにチャレンジしてみたいなっていう思いから誘って今回実現しました。最初は本当に何から始めていいか分からなくて、でもどうしたらいいみたいな感じだったんですけど、最初にお姉ちゃんがお風呂場であのサビのエビバディハイハイのメロディを浮かんで、来てできたみたいな、でそこに行って、あこれ超いいみたいな、でその後のあの A メロを頑張って自分で作ってみてって言ってもらって、あじゃあ挑戦してみようって思って、その日の夜にもう思い浮かぶメロディーをブワッて録音して、でそこであこことここいいっていう、なんかいろんなところをつかみ出してメロディーを出してお姉ちゃんに提出して、あいいねって言ってもらえて採用されたのが今は使われてるんですけどいやもう私たちもう新報ホールで歌ってたのでマジかって言っていやすごい喜びました2人でいや本当に嬉しかったです。ありがとうございます。最近はなんだろう、みんな携帯とか YouTube を見るようになってきたんですけど、こうテレビをつけた時に流れてる曲が明るかったりとか、人ってこう楽しそうな雰囲気なところにはやっぱ目がいっちゃうと思うんですね。なのでそういう意味でサビはどうしても明るくしたくって、エビバディハイハイハイサイっていうのもどうしてもこう沖縄のなんだろうなキャッチーな、まあ、挨拶もね入れたいっていう思いもあったので、それがこう CM から流れてきて、みんながなんだこの CM、 あ琉球新報かってなってくれると嬉しいなってすごい思います。いやもう2番の A メロはもう完全に琉球新報と私は思ってるんですけどいやもう本当にこうあの2番の A メロを作る時も本当にこの琉球新報デジタルを私は見ながら携帯をこう置いて、ここから感じるものを歌詞にしようと思って作った歌詞だったので、そこは皆さんに聞いていただきたいと思います。はいたーい、イーブスのカナことカナエです。そして妹のタマエです。よろしくお願いします、皆さんにこう皆さんの日常にね寄り添えるような曲をどんどん歌っていきたいと思っているので、ぜひ皆さん聞いてください。そして新曲の裸足のサマーデイ、ぜひ聴いてください。聴いてください。